ホセオーランドベリオスは、プエルトリコのバーヤモン出身のプロ野球選手、ウトをミギウチ。MLB のトロントブルージーズ所属。愛称はオルランディート。同じく、メジャーリーガーであるハビアバエズとは、ギリの兄弟の関係である。2012年の MLB ドラフト一巡滅追保で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。2013年は、 シーズン開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。チーム最年少での選出だった。2014年には、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスまで昇格した。また、その年のオールスターフューチャーズゲームに選出され、世界選抜の先発投手も務めた。2015年は、 a 級チャタヌーがルックアウトとトリプル a 級、ロチェスターでプレーし14勝5敗175脱三振という結果を残したこの年のオールスターフューチャーズゲームでも先発投手を務めている2016年4月27日にメジャーデビューを果たすメジャーでは先発で一定の登板機会を与えられ14試合に先発登板したが3勝7敗 防御率8.02、ホイップ1.87と打ち込まれて負け越した。2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し2大会連続で準優勝となった。レギュラーシーズンでは25試合先発とローテーションに定着。 初の二桁勝利となる14勝、防御率も3.89を記録した。ニューヨークヤンキースとのワイルドカードゲームでは、同点の3回からリリーフ当板したが3回3、失点と勝ち越しを許し敗戦投手となった。2018年は、開幕から先発ローテーションに入っており4月1日に2018年初登板を迎えた。ボルチモアオリオールズ相手に6奪三振を記録し3。 アンダーカンプーとなり、チームも7から0で勝利した。4月12日のシカゴホワイトソックス戦でも、自身最高の11奪三振を記録し、チームも4から0で勝利した。4月18日に、母国のプエルトリコで行われたヒラム・ビソーン・スタジアムの、満員の観客の前で7回無失点5奪三振、無支球でマウンドを後にした。二千三年のモントリオールエクスポーズ所属の、 ハビアーバスケスの4先発以来となる MLB、レギュラーシーズンでのプエルトリコ人投手の先発登板となった。6月7日のシカゴホワイトソックス戦で自身2度目となる関東を記録し、シーズン9人目となる関東者でもありまた10、脱三振を記録しながらも無支給であった。18先発で8勝7敗防御率3.54を前半戦で記録したため、 オールスターゲームに選出された。なお、ツインズの選手では唯一の選出となった。オールスターでは5回を無失点で抑え、ホールドを記録した。シーズンでは32先発で202奪三振12勝11敗、防御率3.84で、関東と関東でリーグ最高だった。 2019年3月5日に開幕戦となるクリーブランド・インディアンス戦の開幕投手になることが発表された。7と2、3回を投げ10奪三振で失点は許さなかった。チームも2から0で勝利を収めた。7月3日に2年連続2度目のオールスターゲームに選出された。2020年は12先発で5勝4敗防御率4.00。 で63回を投げ68奪三振を記録した。2021年7月30日に、オースティン・マーティン、シメオン・ウッズ・リチャードソンとのトレードで、トロントブルージェイズに移籍した。最速96.9マイルパワー、平均93マイルパワーの速球と、平均81マイルパーワースラーブ、平均84マイルパワー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。